妻、滝と共に、金沢昭三郎昭和42年6月2日は、日本の言語学者、国語学者。本来の名前は、金沢昭三郎である。画語は、拓足で、その出典は、屈原の刺集素地の中の、漁夫である。大阪生まれ、東京帝国大学卒。アジアの各言語の比較研究を行った、北海道、 大韓帝国、琉球、シベリア、満州などでフィールドワークを行い、さらに中国語も収めた。また、国学院大学教授を務め、東京帝国大学、東京外国語学校、駒沢大学にも出向した。日本語と朝鮮語を対象とした日韓両国語同系論や日鮮同祖論は、朝鮮半島併合を理論的に正当化するため、 併合推進者が頻繁に引用した。また、第二次世界大戦前の代表的国語辞典の一つ、三省堂の辞輪、広子辞輪などの監修を務めた。特に広子辞輪は、見出し語のうち、ジオ音語に現代金遣いに近い表記を採用したため、ほとんどの中学生が使用したと言われる。なお、高辞林第5版以降の番数は、ジリンを初版とみなしたものである。 石川良子は多くの著者が金沢の性格を次のように表していると記載した。頑固、一徹、てこでも動かない、妥協しない、一途、自説を曲げない、人にへつらわない、清潔、社交下手、学問一筋、ケチ、人目を構わないなど、ケチに関しては石川は文献収集のためと弁護したが、金沢は大阪弁を変えようとはしなかったという。また、 植民地支配の片棒を担いて、おこぼれをもらうようなことはまず考えられないとしている。1929年、金沢は言語学に基づき、日戦道ソロンを刊行した。朝鮮研究の日本人の冷淡さを知っている、金沢としては、それなりの覚悟と朝鮮を込めて、この署名をつけたと思われる。しかし、いろいろな批判にさらされる。 特に戦後、1963年金姿使用は、韓国史の研究から、日鮮道ソロンを批判している。日本の旗田隆氏も批判している。戦前、金沢は政治的な利用は全く考えなかったが、同化政策には積極的であった。父親は、金沢源三郎。母親は、島千恵子である。長女道、次女先、長男、小三郎。 次男玄之助であるが、座三郎は、生来巨弱であり、今で言えば、小二麻痺を患ったので、二歳下の弟が、米国省を継ぐことになっていた。しかし、父の代で倒産したが、売掛金があり、勉学は続けられた。座三郎は特に母の勧めで、勉学の道に進んだ。座三郎は、大西滝と結婚したが、こうなさなかった。 小三郎の足の不自由さは続いたが、特に大病はせず、小三郎は96歳、妻は89歳まで生きた、父は87歳、弟は94歳で他界した。詳しい著作目録が、石川良子の、血と民とごとは相は勝つべからず金沢小三郎の391ページから419ページに、ある。ありがとうございます。